思考停止っていうことなんですけど、はい、あの考え方を止めるっていうのは深度が多分あると思っていて、深度っていうのは、例えば食べたいとか、はい、寝たいとか、はい、っていう欲求があるじゃない。はい、ありますね。でこれについて考えるっていうのはもうなんか衝動のような、あ、衝動のような感覚、本能的な感覚です。そう、これも外せないというか、はい、まずみんなが思うところだと思うね。はい、次が多分心地よいか心地よくないか、不快かだと思うのよ。あ、楽しいか楽しくないかに言い換えてもいいと思う。はい、嫌か好きかみたいなのも言ってもいいと思うんだけど、心地よいか心地よくないかっていう、はい、で多分ね、日常一般的にここまでを考えるというか、動物はストレスを回避するので、はい、この不快でない状態っていうのを避けて通ると思うね。はい、ちなみに幸せっていう感じってどうやって生まれたか知ってる？住人の人が土の盛り合わせて、それで喜びを感じたから幸せを感じたのかなって最初思ってたんですよ。そういう字の当て字ってそういう感じかなって、うん、それでなんかだから土の下に羊じゃないし、最初10人の人たちの考えを持ち寄って土壌を作ってから上に人たちの頭の上にできたから幸せを感じるようないろんなものができたぞ。なるほど、全然違ってますね。これはもう辞書とかで調べると絵でも載ってたので俺はびっくりしたんだけど、はい、大昔の多分中国の人がこう道をランランランと歩いていたら、はい、罪人が役人にこう連れて行かれてたと、はい、鎖みたいなのつけられて、でその人の姿というのは、はい、手が木の架線みたいなので手と首が出る、あ昔漫画とかであるような板を首のところにあって、そうそうそう、手が両右左にそうでこう恨んだれて歩いてる姿を見て、はい、あ俺あんな風になんなくてよかった幸せっていう字なんですよ。マジですか、うん、衝撃でしょ。衝撃ですけどあんな字になるんですか。なんかこれはそうらしい。調べてみて。でつまりこれは、はい、幸せというのは一つ心理として不幸せでない状態だと思うのね。そうですね。だからストレスがない状態っていうのを幸せという。これ多分中国とかの思想だから、はい、西洋圏の宗教観とかではまた違う言い方になるかもしれないんだけど、はい、一つ心理としてそういうのがあるだろうと。だから人間は心地よい状態を求めるのではなくて不快な状態を避けるっていうふうに考えると思うのね。はい、でそれで言うと例えばブランドの洋服が欲しいっていうのは、自分がいるコミュニティの中でみんながそれを着てるとかみんなが、それを認めているっていう状態で自分がそのブランド品を手に入れるとこのコミュニティの中で心地よくなる、要は不快な状態から脱せられるからそのブランドを買うんだっていう深層心理があるのかもなみたいな。おそらく次ぐらいに、はい、他人のために考えられるかという思考が奉仕的な感じですか。奉仕でもないんだけどね、他人のために何かをやるっていうことが いわゆるこう何だろう、美談として語られるけど、もうちょっと生々しくて他人のために施すのは、見返りを求めていると思うのね。はい、で見返りっていうのは物質的なものではなくてこの人が喜んだら俺も嬉しいみたいな、この人を喜ばせると喜びを感じるっていうか、すごいですねとかって言われるっていう承認が得られるとか、そのことが自分にとって気持ちがいいっていう、ここ心地よいか心地よくないかなんだけどもう一個踏み込んだ自分のため、はい、具体的にそう考えてるんじゃなくてそういうふうにおそらく、脳の中でシミュレーションしてたりとかすると思うね。はい、ここは無意識の作用かもしれないんだけど、その次に意識的な他人のためっていうのがあると思うんです。これいわゆるよく罵倒で出る偽善の心みたいなことですか。もう含めてだね。政治家とかは多分そのマインドかなと思うけど、
本当にこの世の中を良くしたいと思って意識的に動いてたり、打算的であっても意識的に他人のために動くことでメリットが入ってくるとか、あるいはメリットは入ってこないんだけど、みんなが喜ぶみたいな、ところ、おそらくですね、一番深いところになぜそうするのか、もう全てにおいてなぜそうするのかっていう、究極なぜ俺は生きてるんだろうっていうふうに考えるのが多分一番深いところ。このなぜっていうのはソクラテスという人が言い出して、で言い出した結果が哲学というのが生まれるんだけど、あ、ここが一番深いところかなと。たまに怖くなるんですよね、あの生きることと死ぬことを本気で考えた時にめっちゃ怖いなっていう、なんかすげえ孤独感っていうか、うん、そういったのに陥る時がありました、うんね、俺今日来る時にさ、川があってそこに、うん、魚が群れでいたから見てたんだけど、魚ってどれなんだろうなと、はい、言うても魚は心地よいか不快かどうかみたいなところまでしか考えてない、であとは食べる寝たいみたいなことしか考えてないと思うんだけど、結構人間ってそうじゃないっていう、人間はね多分心地よいか不快かっていうのと他人のため自分のためっていうところを行ったり来たりする人が多くいて、ここに寄せている人っていうのはもうゾンビと同じですね。魚に寄せている人、まあ思考がなんか心地よいか不快かしか考えてないんだけど、そう、例えばその魚を見た時に、魚って腹が銀色っていうかピカピカ光るわけよ。でそれはもっと巨大な魚が下から上を見た時に光の反射だっていうふうに勘違いするための擬態で光るんだけど、はい、こんなことを親の魚が考えたかみたいな、両親とちょっと腹が銀色な子を産みたいよねみたいなことを考えてでそれで言ったら生き延びれるよねみたいな戦略的なことを考えてそうしたかって言ったら、おそらくそうではなくて、魚が大量に生まれると、はい、個性が出ると思うわけ。そうですね、うん、でその個性が出た中に何匹かたまたま腹が光る、たまたま光っちゃったやつらがいて、はい、でも他のやつはバクって食われたからこれだけが生き残り、はい、こいつらが子供産んでまた腹が光る連中ばっかりが出てきて、その中に金じゃなくて銀に光る連中が出てきてっていう風なことだと思うのね。なるほど、これ、あ、これが進化、うん、進化というか、まあ、多分これシステムで、まあ、進化と言ってもいいかもしれないけど、そういう、違うものを持って生まれた連中というのが結果的に生き残ったという結果が僕らであり今いる生命でありっていう風に考えられるかなと思うのね、はい、でいちいち腹が光るようにしないとねって考えた魚はいないと思うわけですよ。そうすると、自然界という中にシステムがあって、で、そのシステムはまず、生命は食べるし寝るんだよと、自然システムの一つの歯車として僕らは生まれて、で、それは別の何か食べるっていうやつが出てくるため、それは不快なんだと、危険なんだと、だからそれを避けるために心地よさを求めるんだ、で工夫をすべきなんだっていうことで、さっきのは身体的な進化の話だけど、例えば住み方を工夫したりとか、なんか集団で住むようにするとかっていう、まあ、そういう計らいをしたら生き残れたよっていう感じだと思うわけ。彼らが何かこの社会的な影響を及ぼすということはなくて、社会的な影響とか環境というものが逆に、魚とか、僕らとかに及ぼすという影響がある。で、こう何も考えていない人っていうのは何も考えていないわけじゃなくて、食べたい寝たいとか心地よいか心地よくないかぐらいのことは考えている、欲求的な、ぐらいのことは考えているから、何も考えてないでしょって言われた時に何も考えてないわけじゃないんだという、反発がカウンターが起こると思うんですけどその原因はこの深度の問題かなと、はい、考えの深度の問題かなと思うでこれもちょっと原因があって、社会がそういう人間とか の思考に影響を及ぼすとしたら、まあ、魚の身体に影響を及ぼすみたいな感じだとしたら、今考えなくても済む社会になってきたのね。昔は欲しいものとか、不快な状態っていうのが多かったんだけど、例えば残業はもうしたくねえぜとかさ、給料が安いぜとか、あったんだけど、昔多分俺が、社会人になりたての頃の時給って600円ぐらいだったと思うのね。最低賃金500円とかだったと思うんだけど、今上がってるじゃん。ということは、新卒で働き始めた時のバイトし始めた時の俺と今のバイト生の、不快という影響度合いが違うわけよ。
俺の方が考えちゃうわけ。もっとお金欲しいから2倍働こうとかっていうふうに考えるんだけど、今の人たちはそれで満たされるので、もしかしたら満足して考えないかもしれない。そうすると考えなくても良くなるので、ここ以上先に行かないで、こういう思考を停止してしまう人をいっぱい育てるっていう作用があるのかなと思うね。まあ、ゾンビっていう言い方じゃなくて魚でもいいですね。 魚化するそのちょっと可愛いですね。可愛い魚化人間性があるのはゾンビの方本能のままで生きてるって感じですでだから、不快な状態というのを避け続けるという進化をしてきた僕らは、人間は多分最もストレスから回避するのがうまい連中で、ストレスから回避するためにクーラーっていうのを作ったり、車っていうのを作ったり、自動運転っていうのを作ったりしていると思うのよ。でそうやってどんどん不快から脱することができていくと、もう心地よいばっかりになっちゃうので、それ以上先のことは考えなくてもいいのかっていうと、実はそうではない。だんだん心地よいだけとか食べる寝るっていうのをやると、一定の人の割合で飽きると思うのね。はい、すごくわかるんです、物足りなくなる、はい、で一定の人の割合で、そのままでいいでいい、あ違うな、多分あれだね、一回みんな飽きるんだよ、うん、で飽きて何かをしようとしたら、その何かというのが意外と難しかったので、このままでいいやって元に戻るありますね。でいいと、でこの何かっていうのが、他人のために働くかとか、他人、まあ、他人のために、無意識なのか意識的に働くのか、多分飽きてるよねっていうことさえも気づかなくて、無意識的に飽きる。でそうすると無意識的に何かしたくなって、みんなでエーサー団体作ってエーサーやろうぜみたいなことを言い出すバーベキューやろうぜみたいな感じで、みんなでバーベキューやろうみたいなことを言い出し、でみんな楽しいよね、でもそれは心の中にそういう企画する俺ってみんなからかっこいいとか、なんか楽しかったよとか言われた俺って気持ちいいよねって思ってるかもしれないし、はい、みんなに喜ばれたいっていう、その、心地よいか不快かっていうレベルのさらに深いレベルに行く、高いレベルに行くときに、他人のことを意識する。でもやってみたら意外と大変だし、エーサー団体作ったらみんな意外と集まんないし、これ真剣にやってくれないから、なんかダラダラしてるし、だんだんこう自然消滅的になっていって、もう元のままでいいやみたいな感じになると思うんですよ。身近で言うあれですね、飲み会開いたら誰も来なかったせっかく開いたのにみたいなみんな飲みたいよねとか言ってたくせに、でも何名かはこれを抜け出す人たちがいると思うんですよ。意識的に本当にもう割合意識的に他人のために働くっていうことを図っていく人たち、一番分かりやすいのは俺は経営者だと思っていて、経営者はお金儲けをしたりっていうのはもちろんあるんだけど、まず最初に先立つものは給与の支払いっていうのがとても重いんですよ。俺もフリーランスの時に経営者の人たちとおじいちゃん経営者とかの仲良くて、その時に言われたのが、大森君一番経営者の中で大変なことって何だと思うって言われて、売り上げ上げることですかねとか、なんか飲み会ですかねみたいなこと言ったら、もう全然違うと、給料支払うのが一番大変なんだよっていう話だから、もう毎月毎月支払わないといけないから、中には自分の給料を削って従業員に払わないといけないとか、コンビニでバイトしてお金を作ってきて払うっていうケースもあるのね。でその時って従業員を守らなきゃっていう意識から、どんどんこの人の人生を背負ってるとかっていう考え方にどうしてもなってしまうので、意識的に会社を経営するというふうになるの。もともとは現場でバリバリ働いてた人も、だんだん、それをやってるとお金を多く稼げなくなってしまうので、経営者っていう側に入ってもっと大きなことをしないとみんなに給料が支払われないっていうところが先立つんですよ。給料安いです、困ります、従業員に給料上げて、あと社長に給料上げてくださいって話するっていうじゃん、はい、社長からしてみると、社長というか、まあ俺からしてみると、じゃあお金を稼ぐためにはどうしたらいいかっていうことを考えたことあるかねっていう話になるのね。言ってました社長と仲良くなれば給料が上がるわけないじゃんお金払ってるのは誰か、それはお客さんなので、はい、お客さんのことを考えて、お客さんからもっとお金を取るためにはもっと何をしなきゃいけないかっていうのを考えると給料が上がっていく、うん、でも会社の中の政治みたいなことをやったりとか、誰かが好きとか嫌いとか、っていう話ばっかりをしていると、多分そんなに思ったほど上がらない、上がらないんじゃない、
てか楽しくないんじゃない？楽しくはないと思う。どうですか？確かに自分も前いた会社では、うん、なんか仕事をいっぱい振られてやりはするけど、上の人たちこの仕事をどんな仕事か分かってやってるのかなとか思う時もあります。分かってないかも。だから一回上の人にも一回体験でいいから一日だけでいいからやってみてもらっていいですかってちょっと提案したんですよ。でそしたら自分たちもあの上の人たちの考えもどういった考えで動いてるっていうのも理解できるし、それで一応それで意見交換というか距離感というのをちょっとやりたいと、でどうした方がいいですっていうなんかシステムではないですけど効率化に測り行動ができるかもしれないからちょっとやってもらえませんかって提案したら絶対嫌だって言われて、なんで寄ってきてくれないのと、ね、悲しい気持ちになりました。なぜあのムーミンがそれを言うかっていうと、不快だからです。確かに、だからお前も不快な思いをしてみろよ、そしたら解を求めるだろっていう、あの結構ビジネスとかコミュニケーションとかでも結構そうなんだけど、じゃあお前がやってみろっていうのはタブーじゃん。そうです言いたくなりますよ。言いたくなる、めちゃくちゃ言いたくなる。じゃあもうやってみろよって言いたくなるし、言うし、言うんだけど、これは多分ねレベルはすごい低いです。だからそこには付き合わんよっていうことかもしれないし、だから下で考えることはこれをどうにかして効率よく回すことをまず最前線で考えて、自分が少しでも上の立場になるみたいな、で一郎とかがさ、こうむちゃくちゃトレーニングするからもう凝ってるっていうのをマッサージ師とかに例えば頼んでたとするんじゃん、マッサージ師はもう毎日毎日こんな練習したら俺も大変じゃねえかと、一回変われよって一郎に言ったとして、もう時給運泥のさ、ファンとしては一郎マッサージしないでくださいよってなるよね。ヒット見してよって、そのマッサージ師も困るよね。座席に立った時にすいませんでしたって言いたくなると思うけど、だからあの変わりましょうって言われた時に、経営者になった時にもう多分死ぬ、多分死ぬする。いやいや、価値観は違わないかもしれないじゃない。同一人物だったら同じになって当たり前だと思うんですけど、趣味とか好みが似てるっていうのは、じゃあ価値観は操作できると思う。できると思うんですよ。 ある程度はできるんじゃないですか。操作されてきてる可能性があるじゃん、あの、人間性を変えることができる要素が3つあると言われていて、1つが宗教、1つが学校、1つが広告なんですよ。広告、広告は人間性とか人間の価値観を変える。これをうまく使ったのがヒトラーで、ヒトラーがあのドイツのああいう軍事的なデザインっていうのをあの洗脳的にやる。あの日本にもあるんだけど、ちょっと宗教にも近づくんだけど、美しいものの価値観っていうのは国によって違うけど、なんか思わされてる可能性がある、本当にみんなが心の底からそういうバイアスをかけずに美しいと思えるものって多分声援とか完璧な丸とか、直線とかなんじゃないかね。切りのいい数字とか、そこでもトップモデルとかって、外国人が見ても綺麗とか思う人多いんじゃないですか。白人のトップモデルを黒人が綺麗と思うかどうかは分からない。その逆も価値観になるか分からないんですけど、そもそもそこに白人だとしても違う国の人が見て綺麗と思うことは絶対あるんですよ。あるけど文化が違うけど、あるけど、さっきの薩摩と長州で言えば思わない可能性が。だキューバの人が白人の人を見てケツがちっちゃいから魅力的じゃねえって思うかもしれないし、ああその場合もあると思うんですけど、思う場合もあると思う。なんて美しいんだろうと思う場合もあると思う。多分そこに興味がいっていれば多分価値観につながってくるのかな。その興味は広告から誘発されているものかもしれない。そうなんですよ。だからそこはあるかもしれないですけど、
いつ頃から自分これが好きなのか、一回モーニング娘。で来るから、なんで俺はモーニング娘。を応援してるんだろう、なんでファンクラブまで入ったんですよ。なんでなんで、ただライブが見たかっただけのはずなのに、うん、で、ライブ見たくて、このチケットを買おうとしたら、一番、いつもファンクラブは前なんですけど、うん、一般は後ろなんです、うん、俺は絶対今度前で一番見てやるって決めてたら、うん、ファンクラブになるしかないっていう、また洗脳が始まって。それなんで前で見たくなったんだろう、こう、あいつら羨ましいっていう、モーニング娘。は置いといて、で、ファン同士の競争心の表れとかっていうのもあるかもしれないですけど、どっちかって言ったら一番前で見たいっていうのがあったんです。それは何だろう、なぜなんでですかね、なんか羨ましいっていう嫉妬心が強かったのかわかんないですけど、やっぱモーニング娘。最初に見た時が2階席だったんです、うん、2階席の一番遠くだったんで悔しかったっていうのもあったんですよ。であの当時ちょっと人気出てたおまけが加入した時だったんで、うん、初期のそれを一番後ろから見て、俺はなんあんなに並んで勝ったのになんでここにいるんだと、俺はあっち側に行きたいというなんか意識が働いたんですよ。ごまきの近くに行って同じ空気吸いたいみたいな、そういうその変態チックなのではなかったんですよ。もうちょっと純粋な感じだった間近に感じたいっていうのはちょっとあったとは思うちょっとかでファンクラブになって、うん、で今度は一番前に行ったわけですよ、うんうん、でもファンクラブの皆さんと一緒にアンコールをしたり、うんうん、特攻つけてる兄ちゃんと仲良くなったりとか、うんうん、なんかすごく楽しいんだなと思ったんですけど、うん、そこで達成感はあるんですけど、終わった後に本当に虚しさっていうんですか、俺何のためにここにいたんだろうっていう、そうなのっていう気持ちは高いんですよ、うん、高いんですけど、なんで俺はここのためだけにここまでしたんだろうって変な謎の疑問が出てきて、そうなんだで他の人たちはすげえ楽しい、よかったとか、友達とかも俺のペアで買えば一緒に友達も連れて前に行けるんであの AKB とかさ、はい、その推しメンっていう言葉が生まれてみたり、はい、あの選挙とかをしてみたりとかで、はい、なんかファン同士とかの競争心を煽ったりとか、はい、あのファンであることの なんていうか証明とかランクじゃないけど、はい、そういう仕組みを作ったかもしれないね。だからメンバーが好きというよりはメンバーが好きはあるかもしれないけど、割合の中に他の連中には負けたくないみたいなのをあるかもしれない、うまく作ったのかもそしたら終わった後に、なんでこんなビックリマン集めてたんだっけみたいなことに気づいてしまう、うん、でファンクラブをモーニング娘。やめた後にPerfumeがデビューしてたわけですよ、うん、で MTV とかでまあ見てたわけですよ、デビュー、うん、あのポリリンズームが出る前から、うん、見て、あ、いい曲だな、中田泰孝って人が曲作ってるかっこいいとか思ってたんですけど、また気持ちがなんかだんだん自分は曲が好きなのかあの子たちが好きなのかが分からなくなってきて、うんうん、ファンクラブに入ろうかっていうあの分かれ道だったわけですよ、はい、入る入らないね、うん、で純粋に曲が好きだったら CD 買えばいいし、うん、見たいんだったらファンクラブ入れば見れるわけですよ、うん、で冷静に考えた時に自分は曲が好きだった、うん、中田泰孝の方が好きだったっていう気持ちになって、うん、ファンクラブに入らなかったっていうのがあったりします、うん、それ以降はもうあんまりこう焦燥感みたいなのは感じなくなった。そうですね、その時にあやっぱ曲すごい、この曲はどうやってっていう作ってるんだろうって自分の耳で聴いて分解しながらあこれとこれ重ねてる、すげえとか。モーニング娘。の時は多分、はい、あの魚と同じですよ。そうです、魚だったと思うんですよ、完全に。で今はもうちょっと人間っぽくなってきた、ね、妖怪人間に進化した、魚から進化してきた、立ち止まるっていうことを覚えたっていうかな、うん、ただ買い物の時もそうですよ、あの衝動買いみたいになんかいろんなものニトリとかでいろんなものを入れて、うん、で一瞬カゴには入ってるんですけど、うん、一周回ってきた時にこれ今いるみたいな冷静になる、うん、あなんかでもその気持ちはわかるな。
だからそっと戻していって結局何も買わないとか、そうなんですよ、断捨離みたいな感じで戻していくと、あ、今いらないんだなっていうか、うん、っていうのによく最近は立ち止まるっていうか、すごいそれで、あのニトリとかもね、レイアウトっていうのはお客さんをこう誘導させるために仕掛けをしてるから、はい、現象を生んでいて、そこに反応させるように仕組んでいって、でその途中で人間に戻ったの、ね、これは踊らされてる、踊らされてる、でも踊らされてるのがいいのか悪いのかって本当分からんよね、別に踊らされたい派でしょ、絶対そっちが楽です、確かに楽だと思う、できることなら踊らされたい、うん、